どうもお疲れ様です。それでは1週間の展望、今回は第8週目になります。2月19日から23日ですね。えー、今週はですね、ちょっとね、営業日数少ないんですよ。皆様もお気づきだと思いますけども、まず月曜日がね、アメリカが休み、そして金曜日、天皇誕生日で日本が休みなんですよね。まあですので、20、21、22、この3日間ぐらいしかトレードのチャンスはありません。 そう思ってやっていただければと思います。まあ通常ね、月曜日と金曜日っていうのはちょっとまあ難易度がカー水木に比べて高い日だと言えるんですけども、今回はアメリカあ、もしくはね、日本が休場ということで、普段のテクニカルが使えないかなってとこですね。まあでもね、先週みたいに、えー、月曜日アメリカが休場なんだけども、セルで利益を出すってこともできますんで、その辺できる限りね、解説していきたいと思います。 19日月曜日なんですけども、アメリカ、カナダが休場で、その他は大した材料がありません。日本のね、機械受注出てますけども、これいつもそんなに影響ないんですよね。で、火曜日20日なんですけども、この日は特にないんで、通常のテクニカルが使えると思います。そして水曜日も同じです。貿易統計っていうのがありますけども、大きく市場を動かすほどにはならないと思います。で、水曜日の 夜と言いますかね、木曜日の朝4時なんですけども、FOMC がありますんで、ここはちょっと注目ですね。一応ね、利下げっていうのは出ないんではないかなって観測が強いんですけども、その観測とは裏腹に利下げが起きた場合の市場の乱れは大きいと思いますので、やっぱ警戒はしていきましょう。そういった形で、月火水というふうな 週の前半、特に火、水という単体で見ていくのと、あと、木ですね。木曜日と金曜日。金曜日はまあ日本が休みなんでトレードできないとして、木曜日もしっかりとトレードでね、利益を上げていかないともうね、利益取るチャンスがないよってことになっちゃいますので、ですんで、いつもよりもね、火、水、木を大事にしていきたいですね。で、木曜日なんですけども、FMC が何もなければテクニカルで仕掛けていきたいと思います。材料は他ございません。木曜日ね。 ずーっと進んでいく。材料多いことは多いんですけども、市場に大きく影響するものはないですね。で、金曜日は日曜日が休みで、材料その他は特になしということですね。まあ、こんなとこじゃないかなと思います。えー、月と金が片手落ち。日本、まりもしくはアメリカが休場ということを覚えておいてください。